Yes. I checked with Inovin about Okinawa. Right. Because I'm thinking kind of long term, especially after. 今回の主人公はアメリカ合衆国からやってきた外交官アレックス・ブランバーグ37歳。外交官と聞くとなんだかお堅い印象があるけれど。いやもう最高です。桜の、まあ、白っぽいピンク色と青空とあと石垣のグレー、あもうベストコンビネーションです。日本語がペラペラでいいですね。やっぱりこの外側の壁が低い分この中の方が高いっていうのは、あの攻める側の気持ちになるとこの城は攻めにくいんだなっていうのはよくわかります。はい、日本文化にも造形が深い。アレックスのミッションは日本にアメリカの食文化を売り込むこと。Is there anything here that's not in Japan right now? Condiments. Condiments. Socks. These. コーヒーと混ぜて使えるように。そうですね。そうです。大切にしているのはお互いを知るということ。2カ国の関係がどんどん強くなっていくのが、まあ、目標。アメリカ政府を代表して日本にやってきた外交官。アメリカと日本の架け橋として奮闘する日々を覗き見覗き見。日本には東京の大使館のほか全国各地に領事館が設置されている。大阪駅の南東、北新地のすぐ隣に位置しているのは在大阪神戸米国総領事館。日本に住むアメリカ人に対するサービス、日米交流を促進するための業務などを行っている。アレックスはアメリカの農産物の輸出を促進するセクションのトップを務めている。日本に入ってくる食料品のうちおよそ4分の1をアメリカが占めている。アメリカは日本にとって最大の食料輸入国だ。アレックスはさらに日本市場に食い込み、アメリカの食料品の輸出拡大を狙っている。今回特別にアレックスのオフィスにカメラが入ることを許された。大学と大学院の、卒業証明書、ジョージタウン大学というワシントン DC にある大学なんですけど、で隣の方が大学院の証明書で、ニューヨーク の, コロンビア大学。なんか日本ですと結構名刺交換するの大事じゃないですか。でその名刺交換で、まあ、その人の、まあ、立ち位置っていうかが分かるんじゃないですか。でアメリカはその名刺交換はそんな大事じゃないんですけれども、代わりに、まあ、こういうのは結構大事にしてると思います。ニューヨーク出身のアレックスが日本に興味を持ったのは大学生の頃。二十歳の時に名古屋へ留学し、日本の魅力にはまり込んだ。アメリカへ帰国後、外交官の試験に合格し、2017年32歳の時に外交官として日本で勤務することになった。普段はどんな様子なのかしら。I'll talk to you about the SNS postings. Yes. We got email reports talking about the previous three posts that we had, one YouTube and also two of the Instagram posts. This one is the YouTube one where we had the Florida grapefruit and also the organic nuts kind of collaboration. But the influencer person have used also additionally the organic honey one and also cream cheese from US.as well. So out of it was like five US commodities that was used. That's great. Yeah, I looked into the numbers. This was as of today, but the actual number of plays was 10,333. I wanted to ask for opinions on... Yeah, or, I mean, we could have the YouTube promoting the store, right? Mm-hmm.Like, that actually might be kind of cool. Like, they order something, it arrives, they open it up, and they're like, wow,
そうこうしているうちにお昼がやってきた。お弁当の中身は何？今日はですね、昨日の夜の残り物なんですけど、豚のミンチが入ったドライカレーと、ブロッコリーとあと白ご飯です。やっぱりこういう仕事をすると食材の原産地を見る癖があります。どこの国が日本に何を送ってるかやっぱり知らないとなかなか仕事ができないので、はい、お弁当の中にも外交官の仕事が詰まっている。4年ぶりにおよそ60の国や地域が参加して開催された食の見本市フーデックスジャパン2023。国の内外から訪れた多くの食品バイヤーが来場者と商談を繰り広げていた。アメリカからはおよそ40のブースが出展。食の世界は日々変化しているため、アレックスはアメリカの出店者と直接話をして最新の情報を得るようにしている。Yeah. And these are all coming from where? Mississippi. Okay, fantastic. This is our main product, native pecan. So these, no pesticides, no fertilizers at all. We're trying to work with some of the smaller distributors as well, supermarkets. That's great.Well, I wish you the best of luck, and if we can be helpful at all in helping you find buyers, or if you want to come down to Western Japan, fantastic. Okay. All right, Steven, it's great chatting. Great to meet you. Thank you. Take care. 時には仕入れる側の日本企業の相談に乗ることも。すべてがオーガニックの製品なんです。So are these all organic, what you have here? Most all of these are organic. But so this is... So this is just 100% oat milk? 100% oat milk.Okay, organic. Organic. これ organic. これは面白そう。カフェとかで使うようにコーヒーと混ぜて使えるように。そうですね。だから今アメリカのカフェ行くと、もう自分で入れるんですね。コーヒー頼んだと思う。で、そういうところに、今までだとミルク、牛乳しか置いてなかったんですけど、今はもう牛乳と、まあ、オーツミルク、ソイミルク、アーモンドミルク、もういろんな選択肢があるので。日本もいずれそうなるかもしれないです、ね、いいです。オーツミルクとか、はい、いいな。言葉の面もそうですけど、コミュニケーションの取り方っていうところがすごいありがたいなと思って、頼もしくいろいろ紹介していただけて、多分自分だったらああいう形で何社も一気に見ていくっていうのは難しかったかなと思います。アメリカ産の食材がどうやって使われているのか確認することも怠らない。あ、こんにちは、失礼します。よろしくお願いします。ありがとうございます。アレックスが訪れたのは去年12月、東京駅の構内にできたお菓子のお店。アーモンドに特化したお店で、カリフォルニア産のアーモンドを使ったフローズンドリンクが一番の人気なんだって。うまい、おいしい、おいしい。なんかちょっとね、高くなったので、はいはいはい、なんかこういうのはいいですね。なんか甘いけど甘すぎない。そうですね、ちょうどいい、はいはい、うん。ここしかないんですよね。ここしかないです、東京駅のところ。はい、はい、大阪で作りませんか。作りたいですね。ぜひぜひ、はい、もうちょっと近くにあれば。いい場所が。そうですよね。ん、 Yeah, so we just turn left. 休日は家族揃って過ごすのがアレックス一家のルール。 Ready? Go! Go!Wow. Such a big time. You having fun, George? Yes. Good. And all the other ones, Mom and Louie. Mom and Louie, I don't know. They went that way. Why? So I don't know. So let's go. Let's go? No. You want to go see Mom and Louie? Yes. All right, so you ready to get out then? No. No. Ta-da! Pizza! Yeah!
アレックスの仕事は平日は午前8時半から午後5時半までで、基本的に残業はない。土日は休みで家族と過ごす。ちょっとチキンよ、食べた？食べてない。この4つ、うん、サイドの4つで1200円。安い。アレックスは妻のマリの笑顔と優しさに一目惚れ、猛アタックの末結婚した。日本語でも結婚してください。はい頑張りました。そんな妻の次に大切にしている宝物を見せてもらった。はい、そうですね。僕はあの日本の戦国時代が好きなので、戦国武将のフィギュアを今ちょっと飾ってます。あの日本の戦国時代の時にアメリカはまだ国としてなってなかったので、やっぱりアメリカにはこういう歴史はないですね。はい。一番好きな戦国武将は徳川家康ですね。でも最後に勝ったからですね。はい。何事も粘り強さが勝負を決める。この日アレックスは食を通じた外交というテーマのトークイベントにゲストとして参加していた。老化の平均年齢を見ますと日本は68歳なんですよ。アメリカは58歳。やっぱり日本の農家さんはだんだん年を取っていて、毎年その平均年齢が上がっていってるわけなんですよ。でそうすると、まあ、だんだん作れるものが、まあ、減ってくると予想されていて、日本がもうどんどんあの、まあ、輸入に頼っていくのではないかなというふうにあの思われています。参加者からこんな質問が。伝統野菜の里芋をちょっと育ててまして、まあ、ちょっとアメリカで里芋が有名かどうか分かんないんですけど、そういう珍しい野菜とかをアメリカに売り込むとしたら、そういうのはあの可能性あるんかなっていうのを。馴染みのないものを紹介しますと、やっぱりそのどうやって使うか、うん、作り方まずあの教えないといけないんですね。ですからその、まあ、パッケージでも例えば何かのレシピの例とか一個載せるのもいいですし、そのまあ安心安全も大事ですけど、そのなんか食べたらどう得するか、美味しいとか、うん、体にいいとか、うん、確かに、まあ、環境にいいとか、うん、何かそのプラスアルファのメッセージがあるとよりまあ売りやすいのではないかなと思います。はい。外交官になって5年、売り込むだけでなく相手の立場に立って話を聞く。国によって好みは、まあ、違ったりはするんですけど、でも共通するものもたくさんあると思いますので、やっぱりその情報交換っていうのが一番大事だと思います。アレックスのチームが日本のホテルとコラボしてアメリカの料理を紹介するイベント。アメリカの食材や食文化を日本人に知ってもらう絶好のチャンスだ。シカゴやニューヨークなどそれぞれの地域の趣向を凝らした料理が用意されている。お客さんの反応を見て成功に終わると思います。はい、その自信はあります。はい。粘り強く理解を深める。日本で学んだ外交官の心得だ。日本以外の世界が広いので、まあ、せっかくですから体が許す限りもうそのままどんどんいろんなところに行っていろんなことを学んでいきたいなという夢があります。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は